群馬県側の新城部大橋看板、新城部大橋は、1992年2月20日に、国道17号上部道路開通に伴い、利用が開始された埼玉県深谷市高島と群馬県、大田市武蔵島町を結ぶ利根川及び、小山川を渡る橋である。橋の大屋柱は、埼玉、群馬両県のシンボルがデザインされている。群馬県側のモニュメント、 馬埼玉県側のモニュメント、曲が橋の群馬県側から東京までの距離がちょうど8 0トルである。千葉県銚子市の利根川、川口までは1 7 1トルである。新城部大橋は利根川を渡る9 4 4 5ルの長大橋で、群馬県内の一般国道としては最長の橋である。計画にあたっては橋のデザインなどを 周辺の環境との調和を重視した設計された。親柱は埼玉県側が飛翔する白子場と群馬県側は失踪する馬をデザインしている。橋の群馬県側には小島パーキングが設置されている。工事は1986年から1988年までニューマチック計算工法で下部校を施行、引き続き上部工を施行し百九十二年に完成した。 埼玉県側に新城部大橋に連続して橋町206.8メートルの取付効果及び小山川と埼玉県道45号本庄目沼線をまたぐ橋町185.5メートルの小山川橋とその取付効果がありこれらを含めると全長は約1.6キロメートルになる橋の名前の由来も上流の城部大橋の新橋ということから新とついた 現在では通勤、帰宅時の混雑も激しく、深夜もトラックの通行量が多い。橋の群馬県側は4車線化となり、渋滞が緩和されたが、埼玉方面は未だに2車線のため混雑が激しい。小島パーキングもトラックなどの長距離輸送車ドライバーの利用が多く、運転手が仮眠を取っている姿が見られていたが、2012年3月30日に前橋方面に、 約3キロメートルの大田市か須川町に、道の駅、大田が開設しそちらにシフトしたため減少した。協量年間平成5年度版、P41、協量年間平成5年度版、P38。ありがとうございます。